どうもこんにちは、ワルサギです。こんにちは、リサです。みずみず TV へようこそ。キンコンカンコン、はい、咳つけついてます。咳つけ、今日は咳替えするぞ。クラスメート他にいたんですか？いますよ知らんかった。春にやりたかった企画があるんですよ。今秋です。厚倉夏祭りがあったじゃん、うん、あのタイミングで出そうと思ったんだけど、夏祭りの動画がすげえいっぱいになってしまい気づいたら厚倉学園っていうのが始まってしまい、このタイミングで学校をネタにしたものやったらパクリになっちゃうからやめました。学園も無事に終わったからね。そう、学園が終わったんで、はい、席替えします今日はね、作ってきましたよ、席替えの準備。もう席替えと言ったらこれだよね。くじで決めます。え、ここにママも入れんの？入れます。マジ？ただリサだけではありません。ライバルがいます。推しのライバル、そして恋のライバル。そこで勝負です。え、席替えバトル。負けたら推しを取られるんで。え、負けたらもうそれ以降推しちゃいけません。いや、無理、推しを推してはいけません。やめます、辞退します。退学退学するの？しません。ルールを説明させていただきます。3人の推しとの距離がポイントとなり、ポイントが多い方が負けとなります。え、多い方が負け？そう、多い方が負けです。ここに例えばミーサが当たったとしましょう。はい、隣に推しが来ました。はい、その時は1ポイントです。でも3マス離れてしまったら3ポイントです。離れたらポイントが高くなっちゃうから、ポイントが高い方が負けってことか。そう、ママがここにいたとして、でも恋のライバルはここにいるかもしれません。はい、そうすると、その人は2ポイントだよね、推しがこことここにいたら。でもママがここにいたら推しと推しはここにいるんで、はい、1ポイントプラス1、2、3ポイントでプラス4ポイントになってしまう。つまり席替えバトル。くじ運ですか？つまりはい、そうです、くじ運です。自分でここがいいじゃないんだね。違いますよそんな席替えないでしょ。いや、そんな席替えないでしょはい、ありません。はい、ということで、はい、くじ作ってきました。わお。まずね、これリサね。うん、これはあの視聴者です。おお。視聴者もね、一緒に戦うんだ。戦いましょう。はい、恋のライバル、はい、これ敵ですね。敵ね。今回の敵です。お友達がいます。おお。これはあなたの味方です。単純にくじ引きにしてしまうと運ゲーになってしまうんですよ。うん、そうだね。それってね、面白くない。そこで出てくるのがこのお友達。ママの席とお友達の席が決まった瞬間、このお友達がリーさんのところに駆け寄ってきて、席交換してあげようかって言いしてくれます。はいはい。その時だけママは交換するしないを選ぶことができます。決まった瞬間ね。そうです。つまりもう一発目二発目に来ちゃったら、いや、まだ分かんないよみたいな感じね。そう。え、悪うさぎいないの？悪うさぎいないです。あ、そうなの。悪うさぎはね、いたんですけど、いなくなりました、はい、あ、席的にね、諸事情で、あの、入らなかったんだね。はい。もっと進学校に通ってます何言ってんの、ここ進学校かもないじゃん。違います。ここ芸能学校です。厚倉学園は厚倉学園じゃないよ、これ。ここ偏差値30です。何それ、もう敵に回したよあなたよりも過ごしていっぱいいるのに、ここに。確かに。うん、やばいだいぶいるけど。そうなの、そんなにいるの？高学歴でしょ、厚倉といえば。あ、そうなの？半分ぐらいそうじゃない？え、そうなの、うん、俺高学歴じゃないの？俺はでですね、ボーナスポイントがまだありまして、窓際の席、ここみんな狙うよね、窓際の方、うん、こちらがですね、ボーナスポイントがありまして、マイナス1から4ポイントです。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4ポイント。うわ、窓際の一番左下。そう、ここに当たるとマイナスになります。おー、だからとてもいい席なんですよ。そうだね。ただ端っこなんで、全ての推しからの距離は確かにね、開いてしまうんで、そこのとこをよく考えて、はいはい、くじ引いてください。はい、わかりました。で、実際くじ見てみましょう。こちらです。おー、ランダムに置いた番号、はいはい、こちらにありますから、うん、これ1番から順番に行きます、埋めていきますんで。はいはい、もうご質問。はい、斜めはどう進むの？ここが自分の席で推しがここだった場合は1、2ってなるの？2マスです。2マスね。2ポイントです。斜め行動ができないから右行って下行くみたいな感じなのね。はいはい、わかりました。さあ、ここが一番重要です。罰ゲーム。うわ、そんなんの？勝負ですから、推し取られちゃいますから、うん、推しを取り返さないといけないよね。うん、もし、リーサが勝負に負けてしまった場合、うん、推しのために次回のグッズ必ず5000円以上使ってください。はい、
いいですか？ちょっと待って。推しを取り戻しましょう。誰でもいいの？その3人の推し。あ、別にいいですよ。そう、マロくんのグッズ5000円いきなり買いと言われても、ないじゃん。服行くでしょ？服。ユニ。ね、行くでしょ？ユニの服買ったら1着1万するからね。はい。ただ、勝ったら、はい。みんなアリーさんを応援してほしいので、なんと、視聴者にプレゼントします。ドズルシャストアのランダム缶バッジ、視聴者1名にプレゼントさせていただきます。600円までです。さらにですね、視聴者がいましたね。あなた。これあなたがいましたね。ミーサよりも得点が低かった。つまり、勝負に勝った場合、プレゼントがグレードアップします。うわ。だいたい1000円ぐらいまで。だいたい1000円ぐらいまで。だいたい1000円ぐらいまで。1000円は缶バッジ含みの1000円。缶バッジはなしと考えて、そのもんなし。普通に1000円。はい、普通に1000円。それは、この視聴者の人と、この後やりとりをして、例えばその人が、ドズルさん推しですって聞くの。そしたらドズルグッズを買うの。はい。あ、ちゃんと聞くのね。ちゃんとどれが欲しいか聞きます。はいはいはい。欲しいものをちゃんと手に渡ってほしいんで。確かにね。1個までだからね。うん。わかった？それでも缶バッジがいいって言えば全然缶バッジいいんですけど、うんうんうん、視聴者のその当選した方と相談して決めたいなと思います。うんうん、まあ大体1000円ぐらいかな。そうね。1個もそのグッズ持ってないっていう人だったらスターターセットとかね。ああ。そう、あれ1500円とかだから。うんうんうん、うんはい。そういうのでもいいと思います。はいはいはい。はい、一緒に応援したいという方、うん、ぜひ応募していただければなと思います。ママが勝ったらね。はい、ママが負けたら何もないから。なので、これからみんなはママを応援しつつ、ね。あなたポイントがいい席に行くことを。に願いながらやると、まあ、プレゼントも豪華になると。ちなみに、じゃあママの推しをね、おさらいしておくと。はい。ボンジュール、アマグミ、マロ。はい。この3人ですね。その3人の距離を測ります。へへへじゃないよ、気持ち悪い。クラスに3人好きな人がいますなんて言ったら、ちょっとね。うん。嫌われちゃうね。別にいいんじゃん。友達いなくなっちゃうんじゃないの？そんなことないよ。そっか。彼氏3人いますじゃないもんね。うん、好きな人3人いますでいっか。うん。俺全然彼氏3人いますよの全然 OK だと思ってるよ。自分がそのうちの1人でもいいの？別に。みんながいいって言うんだったらいいんだよ。その当事者4人が。当事者がね。まあそうだね。うん、外野が外野が、外野が言うことじゃないよね。そうだよ。ルール説明だけで15分経っちゃったよ。クイズを準備して、シャッフルします。うん。なるべくにちょっと透けそうだから今まあ目をそらしてたんだけど一番からやるんだよね。一番からやりますよ。はい、はい、OK です。いいですか？はい、じゃあ一番いきましょう。手伸ばしますよ。はい、左上だね。だからあんまり押しは来てほしくないんだ。そうだね。一枚かな。はいはい。おー、おはらめん。はい、おはらめん。うん、ね、こんな感じで進めていきます。じゃんじゃかいきましょう。じゃんじゃかいきましょう。押しじゃない場合はじゃんじゃかいきましょう。はい、1枚です。はい、ポンピ。P は、あ、いい席来ちゃったね。次3番です。そうそう、誰かね。こちら。来てほしいね。はい。おわー、メス。メスどこ3番。あー、またいい席来ちゃったじゃん。席替えでさ、うるさい人が真ん中に来るとさ、荒れるからさ。もうね、こっから後ろの人もうダメだよ。もうダメだよ。11番とかもう迷惑だよ。マス。はい。はい。ああ、貴族。来ないね。貴族。4番。はい。これ、前の席だね。お。まあ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 。まあまあ。この辺は、女の子の制服着てくるのかな。ああ、きっとそうかもしれない。サンちゃんいるの？こんなが。あ、いるよね。そうだよね。はい、かもなく、不可もなくの女の子。はい、5番目。はい。あ、あ、出た。来た。5番どこ？ 5 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 番どこ？ おー。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、その周りね。まだいっぱい空いてるね。うん、ちょっと次6番。6番。はい。おー。あ、徐々に聞く。うん。まあまあまあいいよ、まあまあまあ、後ろだからね、うんうん、やっぱね年長者は後ろですよ、うん、クラスの年長者とかっていう概念があるんで、ね、確かにまだ来ないね、色ついたやつ。そうだね、そろそろ引いてくれないと困るんだけどな。はい、あ、誰？あ、天海さん。やっぱでもこれ11に行くしかない。自分がもう7番、うん、自分はこれ11だ。あ、開いちゃったね。開いちゃったから、まあ逆に どこ行っても誰かが近い、うん、そうだね。うん。でもそうすると、恋のライバルも同じ状況になっちゃうからね。次、8番なんすかね。あ、8番はボーナスポイントです。確かに。天栗さん近い上にボーナスポイントか。はい。あ、ちなみにライバルにもボーナスポイント働いちゃうからね。あ、やばいね。ここで引いちゃうとちょっとダメだよ。やばい。はい。はい。おー、おー、前かー。そしたらね。まあ、背大きいんで。確かに、一番。後ろの席にしとかないとね。一番ね。そう。ここ邪魔なんだ。普通の席替え考えて921行きたくないね。でも、辰波先生が好きならきっとそこがいいよね。大原芽は辰波先生大好きなはずだから。確かに。いつも話してそう。そう。9番。はい。
はい。あ、カズさんが、カズさんが誘導成績に。え？ありえない。ありえないって言ったら怒られるのかな。そろそろ、色付きを引いてくれますか？色付きが全部で4枚あるんだよね。4枚ある。はい、あ、あ、来た。何 ?10 番って言った？ 10 番。あ、まぐりさんが近い。あ、でも端っこなんで。確かに。ボーナスポイントです。マイナス2ポイントされます。まあまあいいよ。これ、あまぐりさんと実質重なってると同じだから。やめてくれよ、その言い方。気持ち悪い。2ポイントだから。やめて、本当に。ほら、2ポイントだけどマイナス2ポイントされるんで。やめて。誰だと思ってんの？本当にわかんない。ママと同じ3人を好きっていう人見たことないわ。うん。系統がみんなバラバラだからね。待って、11でしょ、次。11狙いたいやつだよね。両方近い。いくよ。お前ダメだよ、ボンさんの近く行っちゃう。ずっと話しちゃうから、ここ。すごく仲いいイメージないけど、一緒に行ったらめっちゃ話してそう。ずーっとボンさんの米賞からかってそう。さあ、これで隣同士が初めてね。あ、確かに。できたね。米賞とポンピ。もうこうなったら、20、12、22、23で、もうマロ君の隣を狙うしかない。22行こう。22が自分で、13がマロ君。恋のライバルから引き離すと。そうそうそう。そういうことなんだね。天栗さんは遠いけどもう諦める。うん、もうボンさんとマロ君が近い。で、次が。12番です。12番ね。はい、まあ、12番もまあ、まあ、はい。はい。はい。いいですか？おー。3番。マロ君、サンちゃんの隣行っちゃうかな。はい。はい。あ、オラフ君。オラフ君13番。これでもマロ君の隣無理じゃん。もうボンさんの隣か、だから15か23だね。いや、いいですね。オラフ君はなんか元気に挨拶してくれそうな感じじゃない？朝入ってきたら。確かに入り口から近いからね。そう。次14だよね。はい。14、キヨキヨ。わ、うるさそう。ここうるさそう。ここな？この班うるさいよ、もう。この班うるさそうだな。かろうじてポンピーがみたいな。うん。いや、コミショウ、キヨキヨはうるさそうですね。はい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 。お前。大体。大体。大体。ダメだよ、メント近く行っちゃあ、こっちか。15だよ。15か。甘栗さんの隣か。うん、ずーっと甘栗さんにいじられるよ、大体。給食係です、大体。ご飯ができるから。ねえ、これさ、自分が16番いたら超つまんないんだけど。16番は引きたくない。いきます。はい。あ、視聴者さんじゃないですか。はい。あなたの席が決定しました。甘栗さんの上ですね。はい。いいな、いつもプリント渡すんでしょ。なんと、ライバルの隣ということで。3ヶ月ぐらいはね、ギスギスした感じで過ごしてください。え、でも、視聴者と恋のライバルは別にライバルじゃないから、うん、別に友達かもしれないんだよね。うん、でも、リーサ応援してるから。今のところ。そっかそっか。ダメだよ。プリント渡すときについ、天栗さんの手触れちゃったとか。ダメなの？いいんじゃないの？そういうの特権じゃないの？なんか、それは、ママの特権。そっか。まだ一番の人気者である、オンリーがいませんね。確かに。はい。じゃあ、17番。こちら、あ、やばい。あ、これはやばいよ。待って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 。恋のライバルは、斜め、じゃあうちが18番に行けばいいのかな。うん。そしたら同じ条件だよね。うん。でも恋のライバルは窓際席だから、うん、マイナスがあると。うん。まだわかんないです。まだわかんないです。まだ計算したくないね、はい。はい。いいんです、そんなのは。今は席替えを楽しんでください。はい。ボンさんの隣はまだ空いてます。次が、18? はい、18番です。はい、18は、今見たね。ダメだよ。見てないけどね。18っていう数字しか見てないけどね。今見たね、ダメだよ。18はそんなに美味しくない。マロ君の斜めぐらいしかない。はい。18番。おー。あ、ヒカック。うわ、ヒカックメス並ぶの。委員長です。ヒカックメスポンピー並んだよ。うん。もうダメじゃん。何が？もううるさいじゃん。委員長だ、委員長だから。クラス委員だから。あ、いつもじゃあメスを注意してるか。そう。メスさんうるさいですよって。そう。先生に頼られちゃうタイプ。そっか。あとよろしくって。次、19番は、美味しくない。やだ。19番はやだ。19番ね。まあ、友達とリーサが残ってんだよな。あ、確かに。どっちかっすね。割と早めに来たかったね。そうだね。展開的にもね、ちょっとそういうのは期待してたんだけど。うん、はい。あ、マグニーですね。マグニー。ああ。いいね。いいね。これも給食係。そうなの、マグロさばいてんの、いつも。給食にマグロか。マグロ。次が20。20はいいよ。20はいいんじゃない、割と。うん。ボンさんの前だから。ボンさんの前だし、割とね、マロ君とアマグリさんの方になるべく寄ってるからね。はい。オンリー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 20番。あー。ボンさんの面倒見るんだ。かわいそう、オン
ンリー、隣にメスに、後ろボンさんだよ、うん。で、すごい、ここで、ほら、貴族さんちゃっかりしてる。あら。あら。はい。はい。はい、おっ、あ、兄さん来た。教宅のど真ん前。カズさんの隣だから。あ、まあ、それはいいよ。それはいいよ。それはいいんだけど、カズさんの隣は別に全然嫌でもないし、わーってテンション上がるわけでもないんだけど。でもまあ、マロ君の隣ね。うん。よかったね。一番なんだろう。無難な席来ちゃったな。前の席嫌じゃない？一番前は嫌だ。でもここさ、知ってる？ここに携帯置いてもバレない席。持ってちゃいけません。ここ、一番遊べる席だから。うん。お弁当食べてもバレない。バレるわ。さあ。さあ。で、あとは、友達と、おずさん。はい。と、ルザピー。はい。まあ、22番は一番後ろの席ですよ。はい。あ、お友達来ました。友達、ボンさんの後ろか。変えますか。あ、そうか、今決めんのか。今だよ。いや、でもこれ、ここ22でしょ。22にすると多分マロ君と離れすぎてすっごいポイントが取りそうな気がする。うん、変えません。はい、はい、じゃあお友達は一番後ろの席ということで。はい、オラフ君とボンさんがいるなんてめっちゃ楽しいと思うけどね。そうだよ、絶対楽しいよね。いいの、変えなくて。いいの、マロ君の隣でいい。カズさんだから。ボンさんの後ろじゃなくていいの。あ、プリントね。きっと、ボンさんいつも寝てて、お兄ちゃんがこう直接来るから。こうやって。はい。あとは、ルザクドズル。あ、はい。これが23番。はい。あ、ルザピの隣、ボンさんだよ。おどうせならここ、どうせなかったけどね。声かぶるから、ここ。ね、どっち喋ってるかわかりませんなっちゃうから。今、どっち喋ったってなっちゃうから。あー、やっぱ、うまくいかないね。まあ、何の関係もなしに交換したいと思うのはどこだい？一番行きたいところ？うん。どうしよう。ピンポイントに行くのか、全体的に考えるか。あるじゃん。なんかいい席なんだけど、うんうん、なんか隣がすげえ嫌なやつとか。いろいろ考えたらどこら辺になるかなって。本当に悩むな。ちょっと待ってね。視聴者の席じゃない。だよね。うん。あなた、ずるい。もうでも気抜けないよね。もう前も後ろもいたら。うん。ぼーっとできないよね。隣にライバルいるしね。確かに。気抜いたらやられちゃうよ。やばい。多分毎日気張ってんだと思う。ボンさんの席もいいんじゃない？オンリールザク好きは結構こう。そうだね。こことか。まあ3段。オラフ君も近いじゃん。そう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 。友達と仲良くできるじゃん。そこ絶対人気。単純に楽しそうな席。友達だよね。ボンさん、オラフクイリア絶対楽しいよね。隣、キヨキヨだしね。うん。で、ボンさんとコメショーが近くにいるんでしょ？うん。うるさそう。うるさそうだね。で、たまにここがもう、ぽよぽよしてるんでしょ？うん。あ、もう、癒し場あるじゃん。もう、やばいね、これ。あ、じゃあ、得点計算してみましょうか。計算しましょうか。はい。じゃあ、まず、ライバル。甘栗で2ポイント。うん。マロで2ポイント。うん。そして、ボンさんで、1、2、3、4、5ポイント。うん。225で9ポイントですね。はい。ボーナスポイント。マイナス2ポイントされるんで。すごい。7ポイントです。さあ、果たして、ミサは勝ったのか。はい、本当に、今、あえて何も考えてません。マルク1ポイント。うん。甘栗さん。うん。3ポイント。はい。で、ボンさん。1、2、3、4ポイント。はい。1、3、4。8ポイント。やりました。何だこれ。ライバルが勝利。おめでとうございます。これ全然ほら視聴者ももう今みんながっかり。ちなみにあの時交換してたらどうなったんだろうね。あ、やってみよう。多分絶対無理だよ。1,2,3,4,5,6,10、うん、11ポイントだね。うん、ボンさんだけを狙いに行っちゃダメだ。どうするの、これどうしよう。ボツ動画になっちゃうよ。応募フォームまで作ったのに。じゃあ視聴者がライバルに勝ってるからはダメ。勝ってんの？勝ってんじゃん。1,2,3,4,5,6 ポイント。あ、勝ってる。うん。だって一番いいもん、視聴者。ダメです。そこのルールは曲げません。最初に言っとかないから、視聴者は視聴者で勝負すればよかったのに。そうだね。うん。じゃあ、今回、プレゼント企画ならずということで、ママには罰ゲームです。次回の推しグッズ。うん、はい。はい、5000以上必ず使うように。はい。使っちゃうけどね。もう。見えてるけどね。そうだね。うん。プレゼントする気満々だったもんな。窓際はマイナスポイントなんてつけるからだよ。いやいや、ゲームにならないんだよ。いろいろ減っちゃうと、要素が。このさ、廊下側がマイナスポイントないのに、
窓際だけマイナスポイントがあるけど。廊下側は別にいいじゃん。なんで？窓際はいい席でしょ。廊下側は悪い席なんて印象なくない？いや、遅刻してもバレない。オラフ君の席は遅刻してもそっと入ればバレない。バレます。あと抜け出せる。抜け出せません。先生が前向いてる隙にそっと抜け出す。というわけでね、なんだこれ。リベンジ。また全く同じじゃないけど、またなんか考えよう。視聴者企画、まあ、新学期になったらまた席があるはずだから。そうだね、うん、そこでまたやりましょう。はい。あ、ちなみにこのプレゼント結局しなかったけど、この企画はアツクラ関連、そして同乗者は全く関係ありませんので、問い合わせ等絶対にしないように。はい。さて、皆さんはどの席が一番いいですか？ぜひコメントで教えてください。面白いなと思った方はチャンネル登録、あ、次回のプレゼント企画が楽しみだなという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。